ミュートなんかもうずっとやってるんですよ。何弾いてる時もエレキギターは特に、なんか見るとこ間違えてるという可能性は大いにあるんじゃないかなと。エリック・クラプトンとかは参考にしやすいと思うんですけど、あんまり深くない音楽の知識から言うと。なんか面白い部分とかあんまなかったですけどね、今の話の中で。深夜お疲れ様です。エレキギターでアドリブを弾くとき、余計な雑音、意図しない弦に触れるなどが鳴ってしまうのはミュートがきっちりできていないせいでしょうかと。アドリブを弾くときにっていうのがまず全然関係ないですよね。アドリブじゃなかったらその余計な音は出ないんですかっていう話で、絶対そんなことないですよね。アドリブの時はミュートしよう、コピーの時はしなくてもいいよとか、そんなんないんですよ。ミュートっていうのはまあ基本的にはずっとやってるんですよ。何弾いてる時もカッティング 1,2,3 弦弾いているから、 4,5,6 弦ほっといていいよじゃないですよね。当たっちゃうかもしれないんだから。別にギターソロ弾くのに、じゃあ1本しか弾いてないからってとか弾いてても、これもう1弦もミュートしてるし、これ3弦もここでミュートしてるし、4弦もミュートしてるし、人差し指で、人差し指のこことかこことかこことかでミュートしてるんですよ。2弦だけ弾いてると見せかけて。でもっと言えば5弦と6弦はこっちでミュートしてるんですよ。だからもうこれどこ弾いても、もう全部の弦弾いても2弦しか鳴ってないんです。みたいな感じで、ミュートなんかもうずっとやってるんですよ、何弾いてる時も、はい、エレキギターは特に。なんかクラシックギターとかだと、もしかしたらもう指とにかく立てて、逆にこう鳴るように、余計な音ではないんだけれども、鳴るように心がけてることの方が多いんじゃないかな。でもクラシックギターとかも多分上手い人は当然使い分けてると思いますけどね。鳴らさなければいけないところ、弦に触れてはいけない、余計な弦に触れてはいけないところと、触れてミュートしなければいけないこととかっていうのは使い分けてると思いますけどね、おそらくね。当然ながら、なんかちょっと初心者状態でクラシックとエレキを渡り歩いてしまった人あるあるみたいな感じで、全然チョーキングのフォームとかも何にもできてないから、なんか こんな感じでチョーキングしてるから何にもミュートができてないとかね、そういうことになってるかもしれないですね、このテリーさんの状況は。はい、でもなんかアドリブで何を参考にして弾いてるのかわからないですけど、例えばエリック・クラプトンとかは参考にしやすいと思うんですけど、俺のよくあんまり深くない音楽の知識から言うと、はい、音楽の知識っていうか、そのアドリブとかやらないんで、なんか中高生ぐらいの時に友達がクラプトン の真似ばっかりするやつみたいなのいたなと思って言ってるんですが、みたいな。これがクラプトンなのかどうかわからないですけど。そういう、でもなんかクラプトンとか見てても、結構こういう感じで、まあチャーとかもそうですよね。まあギターがそういうギターだからっていうのもあるかもしれないけど、やっぱりミュートしまくってるんですよ、こうやって。もう、ほとんど弦をこうやっていっぱいネックをガサッと持って。やっぱミュートはしまくって弾くもんなんですよね、大体。誰が弾くときも。っていう、だから、なんか例えばエリック・クラプトンを見て参考にしてるんだったら、その音がガシャーンって鳴ってるところとか、そんなんばっかりを真似するんじゃなくて、あ、ミュートしてるんだこの人、このなんか適当に弾いてるように見えてみたいな。当然適当には弾いてないんですけど、すごく上手い人なんで、うん、だからなんかそういう見るところを変えていく必要があるかもしれないですね。その何かを参考にしているはずなのに、自分だけミュートが全然できていない、余計な雑音が鳴りまくるっていうんだったら、なんか見るとこ間違えてるという可能性は大いにあるんじゃないかなと思われます。まあそんなところで、テリーさんね、お答えになりましたでしょうか。よろしかったでしょうか。だからもうちょっと喋っとかないと、この部分がもしかしたら下手したら動画にならないっていう可能性あるんでね。危ないですけどね。なんかありますかね。ミュートが大切なエレキギタープレイ。まあそのカッティング、これ結局カッティングとかになるんですけど、ね、さっきちょっとカッティングのところでも出てたけど、その願いみたいなね。そういうことになってくるのかな。ってな感じで、もう全部ミュートしてますよ。ラララソラララソーっていうラとソしかならないように、4弦しか鳴らさないようになっておりますと。
願いとかでも、まあ、そういうことですよね。常々ミュートをすることを考え続けているのが揺れ気ギター、歪みギターなんじゃないでしょうか。もっともバキバキに歪ました音でカッティングとかも、ね、全然するんで。何がありますか、バキバキカッティング。なんかね、あんまりね、めっちゃ有名な曲少ないですよね。まあ愛の爆弾とかも一応してるんだけれども、だとか、まあこういう似たような8ビートの感じで言うとダイブとか、なかなか短い例でしたけど、ソロ終わった後みたいなとこですね、ダイブというシングルの。まあそんな感じでミュート頑張りましょうってことですね。こういうのむずいですよね。逆に0-2しか弾いてないんで、5弦4弦これで他のとこミュートしないといけないってことなんで、なかなか難しいですよね。でこの開放弦の ところはもうジャカをするときにはこうやって他の指で思いっきり見落としないとダメだし、なかなか難しいですね。言うと頑張ってください。まあそのアドリブを弾くとき、つまりはソロを弾いてるときだと思うんで、ちょっとなんかカッティングとかとはまた違う気がするんだけど、なんかね、チョーキング例えば上げたときに、2弦上げたときに3弦の下に潜ってて、できないけど、なんかこんな感じの音が鳴ってるとかね、まあそういうことなのかもしれないですけどね。まあ本当あの一問一答ってすごい難しくて、もうちょっと詳しい状況を教えてくれというか、あなたが弾いてる動画を見せてくださいっていう感じなんですけど、かといってここに動画貼れるようになったとしても、それ貼ってみてくれっていうのは、もうさすがに金払ってやってくださいねっていう感じで、スパチャじゃなくて月謝払って習いに来てくださいねっていう感じになりますけども、まあそんなことで、TGO をね、オンラインギタースクールやっておりますんで、よろしくお願いします。俺こんなこと言ったん初めてちゃうかな、生放送で。全然宣伝しないですよね、俺ね。オンラインギタースクールの。本当に困った人は探し当てて入ってくるだろうから、俺が宣伝しなくても、みたいな、なんかそのようなところであればいいんじゃないかなと思っているので、うちのスクールはあんまり宣伝しないんですけど、多分このぐらいやっとけば多分動画になると思うんで、なんか面白い部分とかあんまなかったですけどね、今の話の中で。面白い部分を作りたいなぁ。いや、みんな、とか面白くないんですよっていうわけにはいかないんで。